スポーツチャンネル日本プロ野球こんにちは7月27日日本では28日ドジャースの逸材大谷翔平はヒューストン・アストロズとのアウェーゲームで指名打者としてリードオフを務め3回に宇宙間へ32本目のソロホームランを放ちました3回の最初の打席で大谷は右腕のブランコ投手の真ん中高めの速球に豪快なスイングを見せましたボールは直接宇宙間の上段デッキに飛び込みました この一撃は打球速度118.7マイル、飛距離443フィートを記録しました。これは7月25日、日本では26日のジャイアンツ戦でのホームランに続く、2試合ぶりのホームランとなり、現在リーグトップのホームラン数を誇っています。このヒットはドジャースの担当記者たちを熱狂させました。ドジャースネーションのノア・カムラスは、小平・大谷がアストロズに対してロケットを打ち上げた。118.7マイル、 443フィート。今シーズン32本目のホームランで、ドジャースのリードを2点に広げた。信じられないと X で叫びました。ESPN ロサンゼルスのブレイク・ハリスは、昌平大谷のホームランは一体どこに落ちたんだ、と X に投稿し、驚きを表しました。LB 公式サイトの編集プロデューサーであるケイシー・ドロッターは、 小平大谷がスタジアムの構造的な強度を試すのを見るのはいつも面白いとユニークな視点でコメントしました。一方、元ヤンキースのスター、アレックス・ロドリゲスは大谷のパフォーマンスについて次のようにコメントしました。それは宇宙間の2階席を超えて、立ち見の観客のさらに向こうに飛んでいく巨大な一撃でした。ホームプレートを踏むとき、大谷の後ろの観客が笑っているのに気づきました。 そのあまりの途方もなさに笑わざるを得なかったのでしょう。大谷には何か特別なものがあります。彼がエンゼルスに在籍していた時のように、プレッシャーの中でこそ力を発揮するタイプであるように感じます。おそらく、彼はこうした挑戦的な状況に慣れているのでしょう。いずれにせよ、これはドジャースを現在のスランプから引き上げる運命にあるかのような非常に強力な一撃でした。本当に驚異的です。さらに、 MLB の伝説的投手ランディ・ジョンソンは、米国のテレビ番組に出演し、大谷の業績は比類な着物であると述べました。ジョンソンは冗談交じりに大谷は現在、手術後のリハビリ中です。笑と述べました。元投手は彼への敬意を表し、サッカーのスターであるメッシとクリスティアーノ・ロナウドが若い頃に漫画、キャプテン・ツバサからインスピレーションを受けたことは広く知られています。 この物語はサッカーに情熱を持つ少年が日本代表に入り、優れた技術を持って世界舞台で活躍する様子を描いています。これに匹敵する野球の漫画はありませんが、世界中の若い野球ファンは、実生活で素晴らしい能力を持ち、人間的にも魅力的なスーパープレイヤーを見る幸運に恵まれていますと述べました。元レッドソックスの強打者デビッド・オルティスが大谷翔平の最近のパフォーマンスについて次のように語りました。 オールスター休暇後も素晴らしいフォームを維持しています。最近ではほぼ毎試合ホームランを打っているようです。ホームランタイトルに関しては、密かにジャッジを上回り、両リーグで名実ともに王冠を手に入れてほしいと思っています。オルティスは続けて、大谷のホームランはどれも印象的ですが、今日の言ったは特に壮大な弧を描き、完璧な軌道で宇宙間に飛んでいく様子が魅力的でした。それは本当に魅了されるものでした。 バットに当たった瞬間にそれがホームランだと分かりましたが、実際にその場で見たらどれほど素晴らしいか想像するしかありません。スタンド上部の通路に飛び込む見事な一撃は、ライブで見ると圧巻でしょう。私はその美しい、劇的で否定できないビッグフライに魅了されました。この一打は、大谷の飛距離のパワーが他に類を見ないことを再確認させました。彼はついに本調子に乗っています。 8月末までに40本以上のホームランを打つと予想していますと述べました。大谷選手はもちろん、ホームランはいつも通り力強く素晴らしかったですが、それだけではなく、彼の選球眼の進化も注目されています。最近の3試合を見ても、以前なら確実に振っていた高めのボールを見逃し、ボールを選ぶことができるようになりました。特に彼の最後の打席での4球は、彼の自信と成長を示しています。 これまでの大谷選手なら振っていたかもしれないボールを見極め、確実に4球を選びました。さらに、賢くボールを選ぶことで、彼のホームランや打点も着実に増加するでしょう。現在の彼の状況は、本当に理想的ですね。最近の大谷選手のホームランは、まるでスタジアムが小さくなったかのように遠くへ飛んでいますね。彼のホームランの距離とパワーが増しているように感じるのは私だけでしょうか。多くのファンも同じことを感じています。 大谷選手はシーズン後半とポストシーズンに向けてさらにコンディションが向上することを期待していますね彼は最近ピッチャーとしてのリハビリも着実に進めていると話していましたリハビリ中にこのような大きなホームランを打つ選手は他にいるでしょうか大谷選手のような例は非常にまれですね大谷選手のホームランは大砲球ともいえる飛距離ですパリオリンピックが始まる興奮の中で私たちは試合を観戦していましたが 大谷選手の打席が目を覚ますような一打を見せてくれましたね。彼が打ったのは右翼スタンドの最上段を貫く巨大なライナーでした。大谷選手は今年指名打者として集中しており、ホームラン、打率、打点がすべて好調です。トリプルクラウンの獲得に向けて高い期待が寄せられていますね。大谷選手の目標はワールドシリーズチャンピオンになることですし、ドジャースに移籍してからもその目標に向かって頑張ってほしいです。 私もちょうどテレビをつけたところで彼が最初のピッチで右翼席へ大きなホームランを打ちました飛距離は133メートルと予想よりも短かったかもしれませんがそれでもその打球速度は時速190キロメートル以上あったそうですその速度でボールが飛ぶと見ているこちらもワクワクしますね大谷選手がこの調子を続ければ今シーズン40本のホームランを打つ可能性が高いですが 40盗塁も達成してほしいところです。大谷選手は第4球で右翼スタンドの第2走に見事なホームランを放ちました。打った瞬間、ホームランだとわかる完璧な一撃でしたね。小綱を再び2本のホームランでリードしています。前の打席では左翼への大飛球を放っていたので、次はホームランを期待していましたが、見事に応えてくれましたね。そのホームランは敵地で放たれましたが、 スタジアム全体が少し躊躇しているように感じられました。みんな彼がホームランを打てることを知っているけど、まるでステージの頂点よりも高く打てるかのようでしたね。その打球は非常に速く、ゴルフボールのように見えました。彼がリハビリ中のピッチャーであるとは信じられませんね。大谷選手はフォームを維持しており、シーズンの後半戦に入っています。一方で、小綱選手もホームランを量産しており、 常に大谷選手を2本のホームランでリードしている感じがしますね。この競争が大谷選手にとってさらなるモチベーションになっていることでしょう。個人的には大谷選手に1試合で3本のホームランを打ってほしいと思っています。さらに大谷選手には盗塁のペースを上げてシーズン40盗塁を達成してほしいです。彼のスピードと技術なら十分可能な目標だと思います。トリプルクラウンを目指す上で 打順は非常に重要です。大谷選手の場合、ランナーがいない時のソロホームランが多くなりがちですが、それだと打点を稼ぐのが難しいですね。ランナーがいる場合は、敬遠やピッチ選択により厳しい状況が多くなります。打者が前にいると、ホームランを打つ機会が減少するため、打点の獲得が大きな課題となります。大谷選手がどのようにしてこの問題を克服し、効果的に打点を増やしていくかが鍵になります。 ランナーがいる際の彼のピッチ選択と集中力がトリプルクラウンへの道を左右するでしょう。タイトルを獲得することも重要ですが、何よりも大谷選手が安全に、そして怪我なくシーズンを完走できることを願います。彼の健康がチームにとってもファンにとっても最優先事項です。大谷選手が健康を保ちながら素晴らしい成績を残すことを願っています。彼の次の試合も非常に楽しみですね。 大谷翔平選手のの今後の活躍に期待が高まりまりす。彼がどのような成績を残すのか引き続き注目していきましょう次回も彼の最新情報をお届けしますのでお楽しみにそれでは今日はここまでですご視聴ありがとうございました次回の放送もお見逃しなく皆さんまたお会いしましょう